掃除が苦手です。部屋が常に尋常じゃないくらい散らかっています。こんな状態で快適なわけないし、だらしない自分のこともどんどん嫌いになっていきます。なんとかしたい。あ、これね、俺も同じだね。あ、これね、ほんとね、俺も掃除が苦手なんだよ。掃除は好きなんだけど、片付けが苦手なんや。あとゴミは絶対に捨てるんだけど、あの物が散らかってる、本当に。でね、もうね、それはしょうがない。もともと人間なんてさ、もう物がさ、なくなったら困るってさ、食べ物でも武器でも木でも資材でも何でも、もう太古の昔からね、いらないもの捨てるっていうさ、捨てなきゃよかったが命につながるような社会を生きてきてるわけでさ、そんなに物いらねえよな、いつでも手に入るからって時代、なんかここ50年ぐらいの話だと思うんだよ。だからそっからね、その元々の人間の本質をね、ねじ曲げてってなんかね、もう技術が必要だよね、慣れと。俺でもね、ミニマリストにはなれんと思うことがね、何回かあるんだよ。っていうのも、なんか1年着なかったら服、その服着ますか、着ないでしょ、トレンド変わってるからその時に好きじゃないかもしれないでしょとかあんじゃん。俺バンドやってるとさ、あのケイちゃんのさソロの時にさ、俺昔本当に昔買ったアロハシャツ、いかついアロハシャツね、それがさ、もうずっと撮っといたのよ。もうそんなの、もう多分高校の時に買ったんだよ。高校の時に買って、でも高かったんだよ、上野かなんかで買って。高かったからいつかね着るだろうって。でもそんなさ、やんちゃなんだよ。もうそれ着てたらもうとてもじゃないけど肩に見えないような、それあれだもんね、もう20年ぐらい経ってケイちゃんのライブで着たもんね。ヘルプミーもそうだけど、もう一回やったんだけど、うわ捨てなきゃよかったってめちゃくちゃあるんだよ。あとね、あの防音したじゃん、俺この部屋を。防音した時にさ、まあね、部屋もさ圧迫されるからさ、俺が作ったさ、クッションあるじゃん、俺のグッズの、生誕祭グッズの、あれ6個とかあると段ボール、巨大な段ボールとかなんのよ。ものすごい余ってたから、もうこれはもうちょっと減らそうと思って、何個か処分したの。もう本当にでかいから、 1,2,3,4,5,6,6個7個8個とかで60リッターの袋パンパンとかになるんだよ。それがもう何個もあったのでさ、ちょっと捨てちゃったのね、もうさすがにと思って。もう場所めちゃくちゃ取るから。もしたらさ、防音したらさ、この防音のさ、俺のさ後ろのところがさ、ここローが回るんだってさ、右と左のこの縦のラインにローが溜まるから、ゆうちゃん、あのケンさんにね、このクッション使ったらいいよって。クッション使うとき来たんよ。来ると思う？無理だろそんなの。だから捨てなきゃよかったんだよ。こんな男がない、ミニマリストになる。ゆうちゃん、クッションめちゃくちゃ余ってるって言ったじゃんって言って、いやちょっと前に捨てちゃいましたつって、もう後悔してんのよ本当に。可愛いクッキーの缶とかも取ってあるもんね。絶対使わないのに。でも、絶対とは言い切れないと思ってる自分がいるのよ。あと紅茶のさ、紅茶でさ、フォートナムメイソンって知ってる？フォートナムメイソンとかさ、わかる？ちょっといい紅茶。フォートナムメイソンの缶めちゃくちゃ可愛いのよ。あの缶取ってて何か入れた試しがないからね。マジで。あと紙袋、みんなから差し入れでもらう、差し入れの時にねもらう紙袋紙袋結構取ってあるからね、本当に全然使わねえ。マジで全然使わねえ。一回取っとくもんね、あのワインを入れてある木箱一回取っとくもんね。ワイン以外何も入らないのにで、ワイン、他のワイン買ってそこに入れることないのに、別に保存できるわけじゃねえし。取っちゃうんだよな。あの木だとさ、もうやられちゃうわけよ。もう木だなっつってバカだからバカだからさ、紙だったら捨てるのに木だったら木だから取っとこうなんでなんでだよ。その形ワインしか入らんのよ。
で、違う銘柄のワイン入れないのよ。おかしいよな。本当におかしい。俺、これ本当にエピソードあるわ。だってさ、もう、どの合わないメガネもさ、持ってんだよ。これもそうだよ。だってこれもそう。これもそうだし、これも。これも、俺も、これ、もっとガチメガネだからね。これは違えよ。これもっとガチメガネなんよ。これ。これね、もう、メガネ、一番初めに作ったメガネ、これだった。一番初めこっちだ、銀縁。一番初めこっちだったんよ。こっちだったのよ。でさ、度が合わないし、なんだったら乱雑にもう使ってるから書けないと思って、もうメガネのレンズ、傷だらけなんだよ。もう傷だらけなのに、ずっと取っといて、で、役に立ってるからね、今ね。これレンズ外して、たまに配信でこうやって書けてくからね。変わり種で。断捨離できるか？絶対無理だわ。こんなに、まだこんなに使えるのに。まだこんなに使えるのに。ああ。この間でっかい帽子捨てたわ。ちょっと前にさ、もう5年ぐらい前にさ、でっかい帽子流行ったじゃん。ね、でっかい帽子流行ったじゃん。ね、わかる？妻がでっかいハット流行ったじゃん。バンドマンでもみんな被ってたじゃん。急にみんなさ、なくなったじゃん。うん。あれはシルクハットじゃねえんだよ。あれはね、捨てた。あれはね、捨てられた。そう、女優帽。ちょっと前流行ってたよね。そう、女優帽っつうの？うん、女優帽か。あれ捨てたな。あれもう、って言って捨てた。って捨てた。あと、もうそれも、これなんかもう10年ぐらい前に流行った、異常にでかいメガネね。今見るとさ、すごくない？これ。で、メガネでっかって思うじゃん。これ流行ったじゃん、でもこれ。でっかいメガネ。ああ。これもさ、捨てらんないよね。これ顔小さく見えるからなのよ、本当に。あと、軒並み高いものはボロボロでも取っとくっていう、本当に。俺だってさ、高校の時にさ、買ったさ、ヴィトンのさ、二つ折りの財布さ、もうやだ。あ、恥ずかしい。自分で言ってた恥ずかしいけど。ヴィトンの二つ折りの財布。まあ、俺らの時代さ、ヴィトン、高校生でヴィトン持つのが、もうものすごいバイトしてヴィトン買うっていうのが、ね、みんな、そこ目標だったわけよ。ね。でさ、二つ折りのさ、財布なんだけどさ、小銭のとこがさ、パチンっていうさ、一つのさ、ボタンなんだよ。こう、突起のついたさ、やつで、穴のとこにパチってはめるやつ。あれさ、もうさ、あれさ、バカになってさ、穴の中にこう、ライン、こう、針金みたいなのあるんだよ。針金がね、もう広がっちゃうと、穴入っても抜けちゃうのよ。最終的に、俺そこマジックテープにしたのよ。マジックテープにしてさ、マジックテープに、ちっちゃいマジックテープをね、つけてね。でもさ、開けるときじゃな、開けなきゃバレないんだよ。バレないって。自分でリメイク。だってもったいないんだもん。もったいないからリメイクしたよ、ヴィトンの財布。俺それ、プレゼントしようかな。俺、チェキのプレゼントにしようかな。ねえ。いる？それいる？使ってよ。絶対使ってよ、当たったら。ねえ。本当に、詰め寄るよ。ねえ。分からせるよ、本当に。絶対使ってよ。欲しいっていう人がいるなら。頼むぜ。